はい、皆さんおはようございます、今日はどこにいるでしょうかということでね、後ろに、見えてるですね建物、あ、これはあれかな、これで固定でいいか、あ、でもあれだね、このいう形のですね建物、これ実はあの、ね、大通りに面してましてですね、でとりあえずここをですね、今度の CF1 あとペニンシュラヒルズあと子会社、まあ、関連会社ですねがここに入ることに一応なっているわけです。でようやくね引き渡しを受けましたんで皆さんにねご紹介しようと思ってます。まあ、こんな感じでですね建物どうですか、立派でしょう、ね、3階建てで、で実際ね、当初の社員は実は固定して3人しか入らないっていうねとこなんですけども、まあ、このね建物の特徴はですね、この金庫があるんですよどうですかこの立派な金庫、ね、実はここは元ですね銀行の建物でして、あ、今日はあれかな、鍵があれですけども、ザーッとこういう風に開くんですね。で中も結構こういうね、広い、金庫になってまして、すごいでしょこれだけの金庫なかなかね自分で作れないんだけど、まあ一応ね、こう金庫付きということで、ですね、広いでしょこれね。でほらこの銀行のカウンターもね、一応残していただいて、とりあえずここをですね、事務所にするんですけども、まあ3人しかいないけど6個分くらいのねテーブルを置こうと思ってるんですけど、なかなかそれもね、広すぎてどうなのかなっていうことで、まあ、ここがね、まあ、メインの入り口のところです。でこの入り口のところに、これどうしようかってことですね、まあ、考えた結果一応ここはね、車庫にしようかっていうことで、正面のね今黒いところをくり抜いてですね、あそこからこう車を入れて、で一応自動車の販売もねしようなんていうね計画があります。でここは一応ねもともとの銀行のですね、貸金庫っていうかな、なんていうんだっけな、貸金庫じゃないね、いろんな方がねここに売り上げをポストとして入れて、夜間ですね、夜間の使うための金庫ですね、まあ、こういうものがあるので、まあ、これもねちょっと活用しようかなってことを考えてます、まあ、1階だけでちょっとこの広さ見ていただくと分かりますけれども非常に広い、状況ですね。でここからですね2階に回ると、まあ、こう今ね、工事中で、これからですねここにちょっとしたキッチンが入って、まあ、1階も一応トイレ残してですね、で2階に上がるんですけども、これはね今ちょっともう全部話が終わって、2階なんですけども、どうですかこれ、どっしりした重厚感のある建物でして、でここは元ねトイレがあって、このトイレもね一応ここはねもうそんなにねトイレ必要ないので、まあ、ここは一応倉庫にしてですね、こちら側に新しく男女別のですねトイレがつくということですね。で、まあ、この辺がいわゆる洗面台ですね置いて、でここは書庫ですね、結構すげえ数でですね、ストッカーがあるわけです、まあ、ここもですね一部屋ストッカーですので、もうとにかくね、いろんな書類があるので、まあ、重要な書類は下の金庫に入れて、で普段の書類は、まあ、この2つのストッカーに入れるということですね。で一応ここが、会議室ですね、今床剥がしてこんな感じになってますけども、これがどうなるかねお楽しみにしていただきたいんですけども、まあ、ここに1つの会議室があって、まあ、お客さん来たらねここで一応接客しようなんてことになっていて、でここをですね行くと、実はここに、ですねここが会議室だね、あ、ここは一応社長室だ、一応僕の部屋がここですね、ちょっと
うん、この応接室イコール、まあ、僕の、うん、社長室がこちらになります。でここからですねこちら側に行きますとここに扉がついてこっち側に抜けられるんですね。で、まあ、ここがあの会議室になっていて、でさらにですねここの扉が、まあ、あの可変式に一応する予定で、つなげますとですね、まあ、こんな感じでここはあの大広間っていうか大会議室になっていて、でもともとねここはあの食堂だったらしいんですよ。でね食堂いらないんで、とりあえず食堂解体してですね、まあ、全体でいくとこんな感じですかね。広いでしょ、何畳あんだろう何畳ってね、なんかねやたらとこう広いスペースになってまして、まあ、あの将来的にはねこちらであのセミナーをしてね、その後にここからですねあの三崎港のですね、方に行って、あの移動して、まあ、美味しいもの食べてですね三崎港の方に泊まっていただくっていうねあのことをしようと思ってるんですけども、まあ、まだね何にしようか考えてないんだけど、とりあえず事情があって買っちゃったんで、ですね、これをねうまく活用しながらまたね今後の地域の、まあ、不動産ですね、まあ、やっぱりあの不動産会社さんがそんなになんとかなないのね。で数少ない不動産屋さん があるわけだけども、まあ、コンサルティングっていうこととかあと相続対策とかですねいうことっていうものについてはなかなかちょっとまだまだあの都会のレベルってを考えるとやっぱり難しいところがあって、で結局ね、あの借地権の底地を持ってる方がいわゆる結局相続税が払えないとかね、で意外に地代が安いんですね。で一応そのいろんな方、まあね、あの三崎の地主さんなんかもお付き合いがあってですね、まあ、あのいろんな相談に乗るんだけども、やっぱりその、ね、方々がやっぱ苦労するのはねやっぱ相続税なんだよね。でだからあの相続対策というものをしっかりしていれば、まああのね自分の資産をこうやってね、なんとかな、減らすこともないわけだよね。だからそういうものをですねやっぱり僕たちがやっぱりこの社会的に、ねあのこういうせっかくこうね三崎に、来たわけだから、なんとなくねそういうのをですね、皆さんの相談を受けながら、このね、三浦市全体のですね、なんとかな、少し高度なね不動産のコンサルティングを目指していこうということ で、あとあのうちもねその今、土地も仕入れて、またあねあの開発のね事業なんかもこれからやろうというふうに考えてるんだけども、やっぱりあの三浦市全体で 75% がですねもう農地と漁業地なんだよね。で一般の住宅地というのはそれほどなくてですね、でその住宅地としてやっぱりいいねその 25% しかないわけですから、まあ、その中でやっぱりこうねちっちゃい家がいっぱい存在するんだけども、まあ、そこをね、まあ、あの少しこの余裕のある、ね、敷地にするとか、まあ、ちっちゃいちっちゃいなりに何かねあの有効に活用するとか、まあ、ここは一応あの商店街でですね、天神町っていうねあのバス停の前なんですよ。で天神町 のバス停の前だから、まあ、ある意味でですね、まあ、あのバスでの移動もねしやすいし、細かい場がいろんな形で、なんとかな、三崎港が下町とするともうこの辺りが、まあ、いわゆる上町っていうのかな、まあ、途中かな上の方はうちの、ね、自宅の方なんだけど、まあ、そういう形でね、まあ、いろいろ長い歴史の中で、ね、培ってきたこの建物もやっぱりね壊すとなるとねあのもったいないじゃないですか。やっぱここもスクラップ&ビルドじゃなくて、我々がですね、この後改修工事かけて、外壁の塗り替え工事して防水工事もしてで、事務所としてね、反映させるということで、まああのまあ一番最初のね創業当時のいわゆるね
ところというのは15坪くらいのね事務所から始めたんで、まあどうだろうね、こんな広くないよね、要するに、この部屋にちょっと毛が生えたくらいのね、この社長室に毛が生えたくらいのところで3人でね起業したわけですけども、今回はね、まあ、こちらで、とりあえずですね、まず、オフィスを構えて、で事務センターですね、まあ、日本全国のお客さんの、ね、会社も、一応管理させていただいているので、まあ、事務センターとあと、まあ、税理士もね、これから一緒に、ね、税務処理の仕事とかもさせていただいて、で基本的にはその資産税ですね、関係の仕事なんかもやっていったり、また趣味のねヒストリックカーミュージアムっていうね商標登録出してるんだけども、そのヒストリックカーミュージアムの要するに会社のね本社もですねこちらにして、今ね三崎に2つ事務所あるんですよ。でバラバラなので郵便物もバラバラに来るので結構大変な形でやってるんですが、まあ、今後はですねここの住所に全て集約してですね、ね事務員もいるし郵便物も届くし、ね、まあ、いろんな方の、ね、対応もこちらでできるしということで、やっていこうというふうに考えています。ね、一応ね今日は業者さんと打ち合わせしてるんだけども、5月の半ばくらいにね完成すると思ったらやっぱりねそれはちょっと難しいっていうことでですね、今ちょうどこの後ろにねこういるんですけど、うん、難しいということでまあなんとなく今月の末にはね、完成を来月の末には完成を目指すので、ぜひね、完成しましたらまたこの動画で、お知らせしますので、その時はですねぜひ、ね、遊びに来ていただくなり、個別相談なりですね、来ていただけるような形に体制整えておきますので、ぜひねお楽しみにしてください、ということでそれではまた。